からすみ、造保帝政、幕末時代の長崎、大正2年版に長崎名物のもぼらことしてからすみと振りがなし、遠方年中高野雄介の発明せし者にしてボラの子を乾かし、墨のごとく固めたるにより、また漢字でからすみとも処す。のもにて制するものを最も一品とす。主客の思考する加工なりとある。本山適州の飲食辞典平凡社には次の通り記してある。まぼらの卵巣を塩乾燥したもので、旧幕時代には肥前野物さんが越前のウニ、尾張のこの綿とともに天下三珍と称せられた。一体ボラは旅行魚で、繁殖期になると西海から遠く南洋方面を移動するので、本邦各地に多産するボラに対卵を見ることはほとんど稀有と言ってよいくらいだが、旅中長崎あたりへ立ち寄ったものにわずかに発見されるところから珍品として塩乾燥したもので、地方ではこれを泊まりボラという。製法についてはさらに詳しい記述がある。卵巣の皮膜を破らぬように注意して魚腹を切開し、取り出したるは丁寧に水洗いして一腹、一対に対し清涼な食塩6文目から10文目くらいの見当で全面に塗りつけ、3日から6日樽につけてから取り出し、一度水洗いして後さらに清水を満たした半切り桶に投じ、一昼夜のちに水中で卵巣を揉み込み、全体に同じ柔らかさになったら、やや勾配のある板に並べて、上にも板を乗せて5段くらいに積み重ね、軽い重しをかけて水分を除き、翌日板に並べたまま日に干し、夜は取り入れて再び積み重ね、繰り返し日に乾かすこと約10日くらいで仕上げるが、日干しにする際表面に斑点のないのが優良品を得る口伝だとも言う。からすみが高価であることはこうした手の込んだ製法によるものである。表面に斑点のないのが優良品で、濃褐色で艶がなければならない。さて食べ方については、小口から薄く切ってごく少量を小皿に供する。箸でつまんで火鉢の火にかざし、ちょっと炙って口に入れるもよし、果実酢を一滴垂らして食べるのもよし、わさびおろしにかけてすりおろしたものに酢をかけて、ドロドロにしたからすみ酢は茶席のなますなどに用いられるという。昭和37年11月23日付の長崎新聞に、野母崎町の大岡吉蔵氏のからすみについて一文が掲げられている。ここにも製法が詳しく記してある。引用させていただく。さてからすみの製法だが、ボラの卵巣はよく洗って桶に巻き塩をして仮付けされる。約1週間ごとに取り出して卵巣についている汚物を丁寧に取り除く。それから前回よりも塩を少なめにして桶に漬け込んでおく。製品化する場合には、この塩漬けしたものを淡水に浸して塩抜きして乾かす。塩抜きの方に秘伝がある。その日の気温、卵巣の大小、成熟度合いなどによって水漬け時間が違い、この度合いが味の決め手。塩抜きしたものに重しをかけたら形を整えて乾かす。北西風から北北東の風の吹く5から7度くらいの気温の時が最適で、期間も約1週間から10日である。その後は部屋に入れ風干しする。長崎断層、長崎史談会第3、昭和3年11月発行に、林玄吉氏が長崎名物その3にからすみのことを書いておられる。林玄吉氏は昭和38年80歳で亡くなられたが、長崎の旧家で梶屋町の角で
丸一家具店を経営したが、後長崎市商品陳列所商工奨励館長崎市立博物館に勤務された。通人として知られ、長崎の歴史風俗に詳しく、食通としても有名であった。長崎市元下町高野作江八代の祖雄介は、はじめ魚商の傍ら、からすみの製法に秀で、聖徳2年長崎奉行小牧根肥後の神大岡備前の神は、雄介が秘宝を持って調整したからすみの花梁なるを称し、これを将軍徳川家信公に献上。次来慶応3年徳川慶喜公大政奉還に至るまで154年間幕府の名を被り上納を続けた。宮中においてはなお古くよりからすみの御用があったとおせられるが、天正13年豊臣秀吉が関白となって参内した時の食前献立記録のうちにからすみが載せられている。そして宮中御用のからすみは平戸松良家からよよ献上せられたとの説がある。茶道新年の茶会と言われている口切りには恒例として懐石の魚にからすみを用い、その異名を飲もという。からすみは酒の味を一段と方向を鳴らしめ、耐水の後も悪臭を発することなく酒毒を去り、邪気を抜くなどの特徴がある。食用の際は小口より薄く切り、二切れを一人当てとして食するが、金気の移りを嫌い、食通は指先で折り取って顔見する。